Welcome back to Tokyo Xanadu. It's time to rock and roll as we head into the final part of this labyrinth. There we go.
my sword. Thank you.
this point that this is considered a final corridor. Thank you.
putting the hurt on us. ためにstop, folks.
by the way, you can buy everything. And you can actually get the sukiyomi on it. The amaterasu on it. For the other round, as you have to get two golden elements before to make one.
all members will participate in the final battle. The sheriff prepared these members held in reserve with the best equipment possible. Use the warp punch and the main map to fight the main respawn for the night. Grind if necessary. Finally, members will come in and send the armor code to the last place. Into the heart! The throne, a capricious fate. Capricious fate. Throne of capricious fate. Thank you.
そしてこの10年でネットワークは飛躍的に発達し、莫大な情報が行き来するようになった。しおりが生きているという祖母は、説明のつかない矛盾を増大させ、我々の大きな時間感を不安定にした。それが今年に入ってから、いろいろな事件が起こった報道の原因、その矛盾を解消するのは我々以外の者らを操作するしかない。たとえ東京を、日本の全てを今の我々みたいにすることになっても、でも原理的には不可能じゃない。ああ、そのための箱というわけか。ええ、一度開けば嘘で世界を覆い尽くす。そんなことは認められない。正直、あなたの気持ちは痛いほど理解できる。大切な人のために嘘をつき続ける覚悟も。でも、だからといってそれをさせるわけにはいかない。アスカ、アスカ先輩ヒイラギさんならそう言ってくれると思った。それじゃあ始めようか。言っておくけど、簡単に勝てるとは思わないでね。なんてオーラ。トリプルエス級の力か。勝手に話を進めんなよ。時坂くん、紅茶。さっきから聞いてりゃ、しおりも柊も、結局ガキの頃の俺が勝手な罪悪感で壊れかかったのがそもそもの原因なんじゃねえか。その当事者を放ったまま話をすんじゃねえよ、アホタレ。コウくん、コウちゃんは、あれ、もうきっかけがどうとかじゃないんだよ。言ったでしょ、倉敷しおりはもうないの。私という嘘が消えるか、世界を飲み込むかの二つだけ。だからコウちゃんは黙って。俺は今まで目を背けてきた。お前を失った喪失感をごまかして、バイトなんかに逃げ込んで、それが嘘だったとは思わねえ。割と好きだしな、バイトでいろいろな経験をするのも、仕事先の人たちと知り合うのも。お前が自分のことを嘘だというのは勝手だ。だが俺にとって、おじさんやおばさんにとって、お前の友達やトワネやヨータやジュンにとって、目の前にいたしおりは嘘じゃないし、お前自身にだって否定はさせねえ。それすら否定してご了承すんなら、いいぜ、他の誰にも譲らねえ。幼馴染として俺が力ずくでも認めさせてやる。そして今度こそお前の手を離さねえ。
嘘だの、そごだの、矛盾だの、そんなもんはなんとか解決して、今目の前にいるお前を絶対に取り戻してみせる。こんちゃん。母ちゃんだろうね。私のことだって、世界のことだって、どちらも何とかしようと一生懸命になっちゃうよね。それでこそ私の。Also on a level of Final Fantasy VII. That's the seal. Yeah.
切り裂
き。Casting swords and revealing light, damn it. Form one. Get ready for the final four. Of Doom. Second form. She's in 3S to 2G now. Thank you.
Let's go.
6. 7. And so we are done. Don't worry about it. こんなところを見られたら。
リーナ、消えていくヒイラギたちは。大丈夫、転移させたからきっとすぐに来るはず、心配しないで。そうか。Oh yeah, this is a setup for part two of it, if there ever was one. まるで夜明けだな。そうだね。暗い夜は終わって、またお日様が昇る。時坂くん、しおりさんも。よかった、二人とも。あいつら、みんな無事だったか。と、こんなところ見られたら、何言われるか分かったもんじゃね。でもちょっと安心かな、こうちゃんには。みんながいるもんね。なんだよそれ、なんで光って。おいしおり、やめろよ、冗談きつすぎだろ。これでよかったんだよ。私が消えたら嘘も消える。長かった夜もようやく明けるから。いいわけあるか。取り戻せると思ったんだ。嘘でも何でもいい、お前とずっといられる日々を。森宮だけなら大丈夫なんだろう。みんなで協力して何とか工夫して、お前が居続けられるように。そんな嘘は続かないよ。それに私がそんな風に思ったら、こうちゃん森宮から絶対に出ていかなくなっちゃうでしょ。それのどこが悪いってんだ。もう母ちゃんは仕方ないな。こいつは。世話になったのは
母ちゃんと仲良くしてあげてね。もちろんだよ。当たり前だろ、しおりちゃん。僕の方こそ仲良くしてくれてありがとう。やめろって言ってんだろ。ずっとこうちゃんを見守ってる。きっとどこかで会えるから。またね、こうちゃん。And it's finally! God damn, it's been a whole frickin' month and we're out the last day of school.
ヒイラギ、今帰りか。ええ、よかったら一緒に帰らない？珍しいな。たまにはね。行きましょう。相変わらず忙しいみたいね。まあね、夏休み中もいろいろと企画が盛りだくさんだから。はい、これアスカの分も。今度のライブのチケット、S 席を取っておいてあげたわ。何が何でも都合をつけて絶対に見に来なさいよ。リオンさん、やれやれ。あ、先輩たち。珍しいですね、学園内でお二人を一緒に見かけるのは。今日は生徒会も早めに終わったんです。それに最終日ですし、たまにはいいのではないかと。たく、偶然そこで行き合わせただけじゃないか。日本の噂になっても知らねえぞ。ルービー規模の類なら何とでもできるでしょうし。ま、夏の間は出前とかで忙しいかもしれねえが、遠慮せずにたまには連絡してこいよ。しばらくは継続される予定ですけど、私たち3年生にとっては最後の夏休みでもあります。部活とは別にまたみんなで遊びに行けたらいいですね。ええ、そうですね。ぜひとも。それじゃあな。さようなら。夏の大会も控えてるし、まだまだ忙しいんじゃねえか。やれやれ、この暑いのに本当に物好きだよね。冷房の効いた部屋で堂々と引き込まれる貴重な期間だったのにさ。もう勇気くんったら、夏風邪ひいても知らないよ。だからその呼び方は。でも今めんどくさい。とっとと汗だくになりに武道場に行けばいいじゃん。かわいくないなぁ。コウ先輩、約束通り大会前に稽古に付き合ってくださいね。ああ、そんじゃ気が向いたら。いいえ、絶対お願いします。そのきっといい気分転換になると思いますし。わかった、ちゃんと開けとくぜ。まあ夏休み中にでも気軽に連絡してきてよ。オンラインの協力プレイだったら付き合ってあげてもいいからさ。それじゃあね、二人とも。はい、また近いうちに。バイバイ、先輩方。あれ、コウ君たち。なんだ、まだ帰ってなかったのか。ああ、ちょうど帰るところっす。そちらはまだ残られるんですか？終業日って言っても仕事はまだ残ってるから。補習の準備やら何やら、夏休みの教師は忙しいからな。ま、せっかくだから
悔いのない夜を過ごしてくれ。高校2年生の夏休みは人生で一度しかないんだからね。そんな顔すんなって。うん、そうだね。今回は夏休みなんだし、毎日でも神社に来てね。おばさんにも頼まれてるし、美味しいご飯を作っておくから。まあ、おじいちゃんに稽古をつけられちゃうかもしれないけど。毎日は厳しいけど、そこそこは顔を出すさ。アスカちゃんも。それじゃあね。気をつけて帰るんだぞ。やれやれ、五郎先生の相変わらずっつうか。国防軍の方に戻らなくてもいいのか。少なくとも夏休み中は残るつもりなんでしょう。まだ事後処理や引き継ぎも残っているでしょうし、 XRC を2学期の始めくらいまでは存続することになると思う。そっか。みんなちゃんと前を向いてるんだな。それに随分と気を使わせちまったみたいだ。そういえば、ヒイラギはどうするんだ。森屋での任務はもう終わったんだろう。ええ、そうだけど。時坂くん、私ね、今後も日本でこの森宮を拠点に活動しようと思っているの。そうなのか。ネメシス本部からの許可もすでに降りているわ。異界関連の施設を充実したこの町なら何かと便利だし、何よりも私がそうしたいと思ったから。そっか、なんつうかちょっと安心したな。それはどうも。ああ、そういえばあなたをネメシスにスカウトしたいなんて話も出ているんだけど。さすがに今すぐというわけじゃないわ。ちなみに美月さんや小日向君のバッグなんかも密かに狙っているみたいよ。勘弁してくれ。ありがとう、送ってくれて。せっかくだし、寄っていく？いや、遠慮しとくぜ。ちょっと歩きたい気分だしな。そんじゃ、またな。時坂くん。あなたのせいじゃないから。分かってる。きっかけさえありゃ少しは気持ちの整理も。あら、今日のご飯は何にしようか。あれは、
standing right there! Don't run off. Like, wait, she's just standing there and she's just waving hi. How's that running off? Game, seriously. Her last words. いつまでもへこんでちゃう。あいつに笑われちまうな。That's it. That's Tokyo Xanadu. EX Plus. I gotta say, after all this, God damn, Falcom. Falcom never seems to fail. It's always S rank every goddamn day coming from Falcom. This is like the second Xanadu game I'm actually first one. Fazanaku. This is the second one and I've been playing this music. Maybe the final episode? If not, we might get a bonus episode being the true ending note. We don't know. I'm just gonna have to see if I meet those requirements. In any case, this was Tokyo Xanadu. Brought to us by Falcom of 2016-2017. Well, with that, I'll see you next time for something else. If not that, we might have a bonus episode. But until next time, I've been your friendly neighborhood Tenkaichi. And I'll see you for whatever else I plan to do after that. So until then.
See you next game. Dai Tensou and Tenkai. Musou! Well, never mind. Look at that. Bam. You're watching. So that means I can actually save. Yes, I can actually save. So we are actually going to do it. We're actually going to do the final episode. But still. Until next time. When we do the bonus episode, which will be the true ending. See you next time.